はい、さあ、チャンプルーです、です、です。ですね、今日またちっちゃな一歩っていうか、ちっちゃなチャレンジっていうのをやってみたいと思いますね。今までどこかのね、壁をこういう形でつかみ立ちして歩くことができたんですけど、つかみ立ちしなくてもね、ちょっと歩けるようになりました。ちょっとこれ見ていただきたいんですけど、まあ綺麗なね、芝生が広がっていてめっちゃ気持ちいいんですけど、嵐気持ちいいな。はいよ、さっさっさっさ、ピッピッピッ、ポッパッパ。多分5メートルとか10メートルぐらいまではですね、つかみ立ち歩きしなくても歩けるようになりました。これもね、皆様のおかげです。どうもありがとうございます。本当ね。まあ本当にね、毎日少しずつなんですけど、痛みもだん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 ね、なくなってきて。で、今みたいにつかみ立ち歩きしなくても、5メートルとか10メートルぐらいだったらまあ歩けまーすみたいな感じですね。まあこんなに歩けることがね、幸せみたいなやつですよね。ただ単に歩けるだけでも本当幸せですね。本当ありがたいです。まあね、人はよく失った時にそのありがたさがわかるとかって言いますけど、まあね、怪我をして、まあ小指でもどこでもね、怪我をした時にこの小指のありがたさとかねがわかる、まあ歩けなくなった時に歩けるありがたさがわかるとかっていうことかもしれないんですけど、まあなるべくね、どこも痛くない状態でありがたさっていうかね、幸せなんだーみたいな、ね、形がわかれば最高なんですけどね。生きてるだけで悪いわけみたいなね。健康にわざる贅沢らしいとかね。みんな、ハビハビみたいな感じでね。ああ、幸せを感じることができたらいいかなとかって思いますね。チャンプルーでした。また野菜、またベジタボー、ピッ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 ピ